カレーは。カレーは。素晴らしい食べ物です。人間の生み出した文化の英知です。ええ、それは人類開闢以来不変の定理であります。では、あなたのカレーに対する思いをぜひ聞かせてもらいましょう。はい、どうぞ。よろしい。私の気のせいでしたね。では皆さん、楽しい昼食を。大丈夫かな、しーちゃん。寿命が四半世紀は縮まりました。は考えて発言してもらいたいものですわね。一時はどうなることかと思いましてよ。誰のせいだ、誰の。それ以上近づいたらまたこれを。お探しの品はこちらでしょうか。とりあえずこれはポイッと。ああ、缶のポイしてはいけませんのよ。そうですね。でもまあ、ここまで来たら私も本気ということで。覚悟しや、さとこ。岡村。はい。な、富田さんと岡村さん。すまん、補助。お前に恨みはないが許してくれ。どうして。さっきのセリフ、そっくり返しますね。切り札は最後の最後に取っておく。そう、親の胴元独り占めのはずだったのに。みーちゃん。みよん、さすがにいくらなんでもやりすぎだろ。
いいのいいの。さとこだって部活メンバーなんだからさ、これくらいの試練は耐えてみせないとね。シオンに関してはもっと論外、これくらい平気だって。お姉、あんたにいつか天罰が下ることを祈ってますから。でもま、シオンが加わると賑やかでいいよな。いっそのこと正式にこっちに転校してこいよ。そうしたいのは山々ですけど、さすがにばあさんが許してくれませんよ。ご勘弁ですわ。たまにでも来るたびに大騒動ですのに、毎日毎時間だとさすがに体が持ちませんことよ。ビー、明日はアスパラガス弁当で行きましょうか。もちろん生で、マヨネーズだけで。ふわー、レナさん、シオさんがいじめますのよ。サトコちゃんの泣き顔かわいい。大丈夫だよ、レナが。あら、こんなところにチケットが。デザートフェスタの招待券。お姉さんの言うことは聞いた方がいいよ。はうー、卑怯でございますわよ。物で人の関心を買おうなどと。ルーズドッグの声が心地いいですね。シオンさんは横暴ですわ。いいか、あなたも何とか言ってくださいまし。本当にどうしちゃったのかな、リカちゃん。まあ、今年の風は立ち悪いって言うからね。あんまり構いすぎて、かえって無理させちゃかわいそうだしさ。で、今リカちゃまは？さあ、カバンまだあるみたいだし、帰ってはいないと思うけど。あ、佐藤。まあ、そんなに心配することはございませんわ。昨日の夜だってちゃんと夕食を召し上がりましたし、きっとそろそろ風邪も治ることだと思いますのよ。サトコちゃん。そっか、サトコがそう言うなら間違いないよな。よし、それなら風邪が治った時にはみんなで全開祝いやってやろうぜ。だね、だね。その時はレナも思いっきり腕振るっちゃうから。それじゃあおじさんも盛大に美味しいものを準備しておくよ。おう、ミオンの盛大な料理、ちゅる。もちろん、サトコのはない。俺が全部いただく。あはははは。ケイチさんは進歩がありませんわ。極悪非道のシオンさんに鍛えられた私が、そう簡単に勝利を譲ると思いまして。誰
が極悪ですか？うわー！痛い！肩骨で頭ぐりぐりは反則ですわThank you.